こんにちは。今回ご紹介をさせていただきますのは、こちらのワイヤレスカープレイ搭載のポーダブルオーディオ、こちらのご紹介を本日はいたします。こちらの製品は、これからグリーンファンディングで募集を募って製品を販売する予定の製品となっております。また、当チャンネルでも他社を含めていくつかご紹介をさせていただいておりまして、まあ、5年以上過ぎた車でオーディオを更新したいという方にとっては非常に人気のある製品となっておりまして、今回はこちらの製品の設置方法、それからカープレイが搭載されておりますので、そちらの機能、また CCD、 それから USB ポート、まあ、そういった機能もついておりますので、そちらの機能についてご紹介をいたしますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。まずこちらのワイヤレスカープレイのポータブルオーディオなんですが、何と言いましても特に取り外し等をする必要なく、すぐにインストールするということが可能になります。Fit 3なんですけれども、2012年の車で、オーディオ自体も正直古くなっている車です。このように見ていただきますと、カロツェリア、パイオニアのオーディオがついているんですけれども、こちらはもう2012年式の車についているオーディオですので、カープレイが使えないということもございます。ですので、今の車と比べると、もうかなりオーディオとしては古めのものになっていて、まあ、正直、携帯が今普及している中で、このオーディオとのペアリングもできないといった状況で、非常に使いにくいというのがあると思います。まあ、そういった時に、誰でもすぐにインストールができるということにおいて、非常に使いやすいというメリットがある。また、機能性という意味においても非常に優れた製品であるということで、人気のある製品となっております。で、私今回は付属のホルダーを使って取り付けをしているんですけれども、製品版はしっかりとした車検対応品のマウントホルダーになっておりますので、詳細はグリーンファンディングのページをご確認していただければと思います。また、こちら非常に軽くなっておりますので、例えば、こういったルーバーにつけるクリップ、こういったものも使えますので、まあ、こういった等を使ってスマートに取り付けをするといったことも可能になっております。また、今夏場で非常に暑くて、エアコンがないと非常に厳しい状況ではあるんですけれども、このようにエアコンのルーバー等も塞ぐ必要っていうのもないぐらい、ちょうどいい大きさのものになっておりまして、これは快適に使える製品で、大きさもちょうど良くて、非常に軽くて、設置しやすい製品となっているのが特徴となっております。次にカープレイについてご紹介をしていこうと思うんですけれども、カープレイも非常につながりが良くて、誰でも使うことができます。一度エンジンを止めます。車で移動する場合というのは、エンジン、スタート、ストップする連続となるわけなんですけど、まあ、そういった時に使い勝手が悪いと、導入した意味というのがないと思います。で、これはすぐにつながるようになっていまして、今エンジンをかけましたけれども、つながり具合というのを見ていただければと思うんですが、こちらは今、後ほどご紹介する CCD の機能が今働いている状態となっておりまして、まあ、私の車、360度モニターというのを今つけております。なので、このような形でモニタリングされるといった状態になっています。Amazon Music に加入されている方は日頃から聴いている曲をすぐに聴くこともできます。また最近ですと YouTube プレミアムに加入されている方でしたら YouTube プレミアムで聴いている曲もすぐに聴くことができるということで、いちいち曲を選曲する必要がなくて、通常いつも自分が聴いている曲がすぐにカープレイが繋がった途端すぐに聴けるということで、非常に使いやすいものとなっているということになります。で、もちろんこれはタッチ式になっておりまして、カープレイを切り替えて、こちらのホーム画面開いていただきますと、こういった形になります。で、一度携帯ペアリングしておけば、当然のことながら時間を合わせる必要というのもございません。で、またカープレイに戻りたいといった場合は、このホーンリンクっていうものを押していただければ、すぐにカープレイに戻ることができるということで、非常に使いやすいものになっております。
カープレイで音楽を聴いたりする場合は、こちらに関しても二通りの聞き方がありまして、一つは AUX のケーブルが付属しておりますので、まあ、そちらをつなげていただく。もしくは、こちら。FM トランスミッターの周波数が各々で設定されておりますので、まあ、このバンドに合わせてあげて、音を出すということで、二通りの接続方法が、こちらのポータブルオーディオにも備わっております。次にこちらなんですけれども、CCD の機能がついております。これ私使ってるんですけども、非常に便利な機能ですので、ご紹介をいたします。で、こちらなんですが、この付属の RCA ケーブルがついておりますので、これを使います。ここを接続してあげますと、このような形で見ることができるということで、私360度カメラをこれつけてるんで、非常に重宝してるんですけれども、このように見ることができるということで、非常に使いやすいものになっております。このようにモニターが2つあると非常に便利でして、例えばこちらが安全運転支援系のモニターとしてメインで使ったりとか、もちろんカープレイとして使ったりとか、こちらは従来通りナビとして使ったりとか、テレビも見れますので、テレビとして使ったりといった形で、モニターによって分けて使うことによって、より拡張性が広がるというメリットもあるかと思います。でもちろん今エンジン止めますけれども、エンジンかけます。このような形で即座に開いてくれて、過不足なく使うこともできると。でずっとこの状態である必要っていうのは当然ないので、使用したい時だけ表示するということも可能になっております。はい。で今切り替わったんですけれども、このように特に使わない時というのは、カープレイとペアリングをしてあるんであれば、このように切り替わってくれますし、例えば、ブリンカー信号によってトリガーさせてるんですけれども、そういった時、必要な時に表示してくれたりします。で、また、特に一定時間使わない状態になりますと、こういった形で戻ってくれる。また、バック入れて、またこう勝手に切り替わってくれます。で、パーキングに戻したんですけれども、また必要がないと、見る必要が特にないといった時であれば、このような形で、またカープレイに戻ってくれるということで、もしくはマップにしたいということであれば、こういう感じで、切り替わってくれるということで、非常にスムーズに使えるということで、別機種との連携というものもしっかりとなされていて、使いやすくなっているということが皆様にお伝えできるかと思います。最後に、こちら USB ポートが使えるようになってますので、そちらをご紹介をさせていただきたいと思います。USB ポートも結構便利な機能になっておりまして、こういったものを持っていると非常に便利でして、で、SD カードをこう入れて、で、こういった形で使うケースがあったりすると思うんですけれども、SD カードだけですと、結構取り外しが面倒ですし、入れるときも面倒だったり、あとは手先が器用じゃない方でしたら、これ飛ばしちゃってどっかなくしちゃったりっていうこともあると思うんで、やはりこういったそこそこ大きいものの方が取り扱いがしやすいと思います。で、例えば、ドライブレコーダー最近導入されている方も多いと思うんですけれども、ドライブレコーダーの収録動画をその場で確認したいというようなこともあると思うので、そういった場合に使いますのでご紹介いたします。USB ポートにスロットを差し込みます。そうしますと即座に動画が見れるようになります。で、また当然なんですけども、こういった形でリスト横に表示されておりますので、自分の見たい動画を、こういった形で見たりすることもできます。で、リストを開いていただきますと、このような形で、その場で収録動画を見たりするということも可能ですので、非常にこの USB ポートも便利な機能と
なっているということが皆様にお伝えできるのではないかと思います。はい。ということで、今回はこちらのルパ53ワイヤレスカープレイのポータブルオーディオのご紹介をさせていただきました。こちらの製品なんですけれども、これからグリーンファンディングで皆様より募集を募って製品の販売を予定しているものとなっておりますので、ぜひ興味のある方は、まずは概要欄より詳細をご覧いただきまして、ぜひご検討をいただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。